2ヶ月ぐらいで今日がデビュー戦ということで、よろしくお願いします。で、まあ特に花本の都市ロードです。初めて音楽をやるに近いですか。そうですね、音楽2ヶ月ぐらいです。はい、それでキーボードのマリちゃんも、はい、すいません。気分はどうですか。最高です。頑張ります。はい、じゃあちょっと楽器を持ち替えます。すいません。それで我々バンドを、まあ、結成しようというきっかけというか、もうベタなんですけども、同窓会でですね、デジャブだな、どっかで聞いたな。30年ぶりぐらいに中学の同窓会がありまして、でその後またぼちぼち飲むようになって、で僕はデコボコブルースってところでちょっと仕事してるんですけども、そこで飲み会やった時に、まあ、なんとなくセッションみたいな感じをやった時に、まあ、このメンバーでやったよね。そうだろう。っていう、はい、で我々1971年生まれということで、若いですか。チャカポンズ71ってやったんですけども、次私たちがちょうど小学校1年生の時の曲 で作曲家は小林亜星さん、はい、もう超かっこいい曲なんですけども、ちょっとこれ一回音出させてもらって、ボルテス5をやろうと思います。よろしくお願いします。ちょっと待った違う はい、すいません。ワンツーチェックポン。たとえ嵐が吹こうとも、たとえ大波荒れるとも、追い出そう戦いの海へ飛び込む。
あの「虹の向こうに」っていうのはNHK のお母さんと一緒でやってる曲で、割と歴代のお兄さんお姉さんに歌い継がれてる坂田治さんって方が作った、うん、すごく僕は大好きな曲で、はい、で2曲目は「ボルテス5」なんですけども、ずっとそんな中学校高校大学時代聴いてたわけじゃなくて。なんかふとしたきっかけで思い出したら、これはかっこいい曲だなってぜひやりたいということでちょっとやりました。で僕は仕事が知的障害の方の支援してるんですけども、やっぱり子ども曲とか大好きなんですね。でそういう曲ばっかりというか受け狙いのバンドを作りました、はい、で3曲目ですね。3曲目もこれまた受け狙いなんですけども、まあもう AKB をやろうと思います。持ってもいいですか。まりちゃんが踊りますすいません。で名前の由来なんですけど、チャカポンズっていう、ぶざけた名前を、いつもなんかいろいろ命名して後悔してるんですけども、なんでチャカポンズかというと、友達になんか SNS でできる音楽アプリやってる方がいて、で見てて面白くて、合いの手でその方がチャカポンって入れてるんですけど、なんかそれ見てるとなんかすごい楽しくなってきて、なんかもうチャカポンって言うとね、どんな歌でもあるんですよどんな歌でも曲の出だしでもうハイハット入れるみたいな感じでね、例えばなんだろうね、さっきのたとえ嵐が吹こうとものそのテラララダータラララダーチャッカポンって言うとなんか嬉しくなりませんかねそういう感じでちょっとチャカポンズと名付けました。で次も恋するフォーチュンクッキー、皆さんワンツーワンツー、 ありがとうジン君そういう感じで行こうと思います。じゃあ
今回出だしなんですか出だし出だしチャーナナ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 ワンツーワンツーチャカポンあの初めてまだ2ヶ月だからちょっとあ、おめでとうワン、ツー、ワン、ツー、チャカポン
ざいたいんやろか。ちょっと待ってね。落ちちゃった。ギザギザいの汗取った。僕と君半歩して小さな木の実を見つけたよ。僕が美味しそうって言ったら君は綺麗だねって言ったよ。もうこれでちょっと最後の曲になってしまうんですが、今日ここに呼んでいただいて、アットマークさんありがとうございました。どういうきっかけで知り合ったかというと、トンネルコンサートに僕は知人のちょっと音響の手伝いに行った時に知り合って、でその縁からこういうところに、まあ前回は一人で出てちょっとまあやらかしてしまった感じがまあ何回でもやらかしてるんですけども、はい、それで実はアットマークさん、マッチューの先輩同級生バンドだということで、で我々もまあ同級生ということで、ちょっとかっこいいアットマーク先輩の背中を追いかけながらバリッと行こうね。バリッとそんな変わんない2、3年。ねえ、もうねえ、もう時々皆さんとFacebook でつながってるんですけど、最近ネタがちょっとライズアップネタ多くて、で今日セバちゃん先輩の素敵な大胸筋を見させていただきましたやる、はい、ということで次最後の曲なんですが、これも子供曲なんですけども、 NHK の応援ソング2020っていうプロジェクトがあるそうで、それに曲で米津玄師さんが作ったパプリカっていう曲をやってみたいと思います。知ってますかね、皆さん。知ってますか。若いですね。あんまり知らないですか。ちょうど子供さん、小学生からその下ぐらいの間でものすごい大流行りっていう話なんですけど、実は彼女は幼稚園の先生やってまして、どうなんですか、パプリカの最近は。毎日パプリカコンサートをやっています。で、初めは私もパプリカを知らなくって、子供たちが
初めはなんかお経みたいな感じ、あの音程が子供もあまりないから、初めのサビのところの前を歌ってるのを聞いてると、なんだろうこの呪文みたいな。でも途中からパプリカのところから、あ、素敵な歌だなと思って子供に聞いたら、パプリカっていう歌だよってことが分かって、今は毎日子供たちとコンサートをしてるんですけど、私がまだまだあの生徒で、子供たちが先生で、マリコ先生全然それじゃダメっていうのをいつもご指導いただいて教えてもらっています。はい、なので今日もまだご指導中の身ですけれども、歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ出していきます。ワン一緒に歌ってください。ワンツーチャッカッコン。曲がりくねり階段道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの道、誰かが呼んでる、夏が来る風が立つ、あなたに会いたい、見つけたのは一番星、ベースもうまいんですけども、料理もうまい、チャカポンイエロー、王ちゃん、王ちゃん、じゃあ次いきます。キーボード&ボーカル。はい、面白い動画が出回っています。チャカポンイエロー、マリちゃん、マリちゃん、ピンクです、ピンクです。今日初めてのステージ、すごい練習してる時にすごい暗い顔になってて、すごい心配してたんですけども、どうですか今日この顔。チャカポングリーン、やっちん。そして最後です。いつもハラハラドキドキ、今日の楽しみはこのさ後の飲み会。私たちのリーダー、チャカポンレッド勝也。ありがとうございます。ワンツー、会いに行くよ、涙を
Thank you.